ちゃんと先生の的確なアドバイスを聞く能力、先生の真似をして歌を弾く、これでバッチリ先生がしっかり読譜から譜読みまでしっかりサポートしておるのだ。ゴンドラの戦闘歌スタートなのら。先生に陶芸の意義、先生の定義学のアドバイスを聞く能力がある。ちゃんと靴を揃えて上がってきてくださるお母様、ちゃんと先生を信頼してお子様の安全からピアノ上達にちゃんと導いていきます。ご安心くださいな、コロナなんかに負けないぞ。ちゃんと手を消毒して世界の国旗当てクイズに首都当てクイズご当地クイズ、うどんの美味しい県はどこだ、香川、サーターアンダギーの美味しい県はどこだ、沖縄、海鮮の美味しい北キツネの色、都道府県はどこだ、北海道、北海道、お茶の美味しい県はどこだ、静岡県、ピボーン、ちぃ、先生も楽譜とにらめっこ。キツネ、楽譜というのは考える能力を養ってくれるのであるが、シャープのつく順番はファド、それがミシ、トニー、ホロヘイ、ハ、チョウチョ、平行調で言えばコ、タチョになるとさ、シャープ2つで2からロ単調でござる。シャープ3つの単調はEがつくのだ。エイヘ単調なのだ。シャープ4つでトニーイホだから3つ下がってエイハ単調でござる。フラットのつく順番もしみられそのファヘロホイ2とハ長調でござる。
フラット一つの単調は二つ下がって二単調。フラット二つはなんと変路ちょちょの三つ下がってと単調。ピボーン。フラット三つはけどほ変歩調調であるが平行調で言えば破断調。ピボーン。というふうにフラットシャープのつく関係もバッチリでござる。なんでもお任せちょろいのちょい。ピアノ演奏のコツから面白さ、生徒育てて共に学ぶコミュニケーションや人に好かれる会話、あなどうぞお先にどうぞ。先生は急いではなりません。何も急ぐことはないのです。人と比べることなくのんびり自分のペースで学べばよいと思います。我先にと急ぐとすってんころりんすると思います。自分のペースで楽しく学ぶ我先にと走ってはなりませんな。それではまた。